はい、どうも、カオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は A 州ドルさん。A 州ドルさんのパーティーは、ポリゴン2、トゲキッス、ザシアン・ランドロス、日食のネクロズマ、ゴリランダー。はい、ね、これはね、どうすっかなぁ。ミニッキュシロバドレックスが結構刺さってんな。シロバドいけっかもしんねえな。そうだな、初手何で来るだろう。そうだな、ミニッキュバドレックスザシアンでいきましょう。はい、リザードンも刺さってるけど、ちょっとやめとこう。はいはい、A 州さん対戦よろしくお願いします。相手多分リザードン警戒してくるような動きだと思いますね。はい、さあ、いやー、マンライのチャーシューザルからのポケモンバトルです。さあ、ネクロズマから来る。これはいいですよ。変なの出ちゃったよ。相手引いてくるかな。これどうしよう。竜舞型とかじゃないよね。これね、何してくっかわかんねえから、呪い打つわ。デンジャーとかやってくっかな。ドンドンドン、はい。さあ、竜の舞、オッケーでゲス。竜の舞型ね。トントントン。相手こう交換してくるかな。竜の前型っていうのが分かったわ。じゃあここトリックルームで、メテオドライバー、はい。まあこれはしょうがないと。はい、トントントン、はい。じゃあね、どうすっかな。ネクロズマって、多分ザシアンの聖剣でぶっ殺せるかな。エースだと思うんで、ザシアンの聖剣でぶっ殺せると思うんですよ。これザシアン行くわ。竜の舞1回だと多分ね、ザシアン抜かすことできないと思います。ネクロズマ遅いんでここははっきり言って聖なる剣でいいでしょうね。ランドロス交換化してこない。うわ、耐えてくんのか。地震、これは死ぬ。インファイトだったら落ちたか。まあ OK ですね。さあ、じゃあ、バドレックスいきます。ランドロスか。威嚇はすごい痛いですけど、ここで後ろのことも考えてやる。もうトリックルーム一択っすね。相手がここで交換とかしてきたらすごい上手いけど、まあそうは今夜がおろさねえよな。なんだろう、ダイジェットじゃない、ダイロックか。普通にダイロックを押してくるか。これ耐えればまだなんとかなる。
はい、後ろがザシアンだったらなんとかなりそうです。このランドロスがタスキじゃなければ OK。 いいですよ。うわー、なんかタスキくせえな、この出し方めちゃくちゃタスキくせえ。タスキだとめちゃくちゃきついんですよ。じゃあダイアイスで、ダイアイスミュージックエコロジーでいきましょう。うわー、これ厳しい。ゴツメであってほしいわ。攻撃が2倍になった、まあ2倍じゃねえな、1段階上昇で2段階上昇だから 1.5 倍だわ。ダイアイス、はい、あー、やっぱタスキやわ。うん、これ厳しいな。次の第6耐えられない可能性あるわ。あー、耐えれたか。じゃあそうだね、まあ普通にダイアイスかな。ここはダイアイス、はい。で最後俺ザシアンだと思ってるんですよ。ザシアン、石化はまだ耐えると思う。白の稲垣で攻撃力アップ。さあ、ザシアンであってほしい。頼む、ザシアン投げてきてくれ。相手何を通信待機中で迷ってんだろう。切断し、やめろよお前。さあ、ポリゴン2、ポリゴン2か。ちょっと待って、取れるあと2ターンあるよね。これダイアイスでいいや。ダイアイス、ダイアイスで、ダイアイス、はい。ポリゴン2のバゲモン耐久だろうと多分かなり減ると思うんだよね。オッケー、最強。はい、英州ドルさん、対戦ありがとうございました。いや、これはいい試合でしたね。はい、リザードンだったら全員ぶっ倒してたね。うん、まあいいや、そういう時もあるわ。はい、じゃあね、それではね、英州ドルさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク。うわ、めちゃくちゃ久々のコーナーだな。私、あのポケモンバトルで勝つと勝利のドリンクって言って、あのなんか飲み物飲めるルールなんですよ。こちら勝利のドリンク、あ、今日は特別にこっち飲むか。はい、朝日アラゴス食感、贅沢食感、三ツ矢リミテッドスタイル、オレンジ果汁 20% 炭酸入り、オレンジトラストって書いてあるんですね。オレンジテイストか、オリジナル、オリジナルテイストだ。はい、この贅沢食感三ツ矢リミテッドスタイルってやつ、これ飲みたいと思います。これ絶対ハブキトーマスターもね、見つけられないと思うんで、このやり取りもちょっと久しぶりだな。じゃあいただきます。これもう口開いてるからシューッとしかなんないね。じゃあいただきます。うまいわ。いや、いや、めちゃくちゃうまいわ。シュワシュワしてる中に、つぶつぶのオレンジパルプが入っててめっちゃ美味しいんですけど、これ350ミリで183円もするんですよね。クソ高いからもう二度と買えません。
いやー、ほんとね、高いで思い出したんですけど、万来のチャーシュー皿はめちゃくちゃ高いですね。うん、万来のチャーシュー皿、あの一皿1600円ですよ。はい、一皿1600円で思い出したんですけど、薄いマスの流出管は流入管よりも管底を 20mm 程度下げて設置する、加湿装置、は蒸気吹き出し方式は電熱式、電極式、赤外線式、加熱蒸気式、加湿装置、水噴霧方式は遠心式、超音波式、流体スプレー式、気化方式はエアワッシャー式、適化式、回転式、毛細管式、特定建築物の届け出9種類、特定建築物の名前、場所、用途、延べ面積、設備概要、ビル管の人の名前、特定建築物の所有者の名前、維持管理する人の名前、特定建築物の使用開始日、自動火災放置設備について、熱感知器は低温式、作動式、保証式、炎感知器はイオン化式、光電式、炎感知器は、煙感知器はイオン化式、光電式、炎感知器は紫外線式、赤外線式、単位専用水道とは水道事業で使う水道から受ける水のみを水源とする、水槽の容量は10立米を超えるものを言う、市長または特別区長が指導監督を行う。専用水道とは寄宿舎等の自家用水道等で100人を超えるもので、1日最大給水量が20立米を超えるものを言う。上水道事業は給水人口5001人以上、計画上の給水人口が101人以上のものを言う。レジオネラ対策、貯湯槽の温度を60度以上にする、給湯船での温度は55度に保つ。レジオネラ汚染されたら70度で20時間の循環で菌を殺す。自然流下式の排水横管の勾配は管内流速が 0.6 から 1.5 ミリ毎セカンドとなるようにする。結合通気管は高層建築物でブランチ間隔10以上の排水立て管において、最上階から数えてブランチ間隔10以内ごとに設ける。排水横管の最小勾配、半径 65mm 以下は50分の1、65mm 以下は50分の1、75から 100mm の場合は100分の1、75から 100mm の場合は100分の1、125mm の場合は150分の1、125mm の場合は150分の1、150から 300mm の場合は200分の1、150から 300mm の場合は200分の1。ミスト機の粒子は20から100マイクロメートル、ミスト機の粒子は20から100マイクロメートル、塩無機の粒子は 0.1 から10マイクロメートル、塩無機の粒子は 0.1 から10マイクロメートル。日本農園の媒介は小型赤栄化、チングニア熱は熱帯島かと一筋島か、ウエストナイル熱はいろいろな蚊、黄熱は熱帯島か、ジカウイルスは一筋島かと熱帯島か、重症熱性血症 SFTS はマダニ、日本広範熱もマダニ、ペストはネズミ類、セキリはハエ類ゴキブリ、 O157 イエバエ、サルモネラ菌はネズミゴキブリ、海鮮はヒゼンダニ、マラリアはハマダラカ、レストスピラ症はネズミ。水の中のいろいろな物質、一般細菌は1ミリリットル検出中の集落数が100以下、大腸菌は検出されないこと、鉛は 0.01 ミリグラム毎リットル以下、ヒ素は 0.01 ミリグラム毎リットル以下、6系クロムは 0.02 ミリグラム毎リットル以下、総トリハロメタンは 0.1 ミリグラム毎リットル以下、ホルムアルデヒドは 0.08 ミリグラム毎リットル以下、鉄は 0.3 ミリグラム毎リットル以下、銅は 1.0 ミリグラム毎リットル以下、塩化物イオンは200ミリグラム毎リットル以下、カルシウム、マグネシウムは300ミリグラム毎リットル以下、
有機物括弧 TOC は 3mg/ml 以下、pH 値は 5.8 以上 8.6 以下、色度5度以下、ダグ度2度以下平面的なバランスは変身率、立体的なバランスは構成率、排水槽内はブロワによって抜擢すると制圧になるので排気をする、直線ダクトの圧力損失は風速の2乗に比例する、長さに比例する、ダクトの形状変化に伴う圧力損失は形状抵抗係数と風速の2乗に比例する、円形ダクトの圧力損失はダクトの長さに比例し、ダクトの直径に反比例する、位圧は高さに比例する、動圧は流速の2乗と流体の密度に比例する、抵抗係数はストーク水域のレイノルズ数に反比例する、天元吸い込み気流の速度は吸い込み口に近い領域を除き吸い込み口中心からの距離の2乗に反比例する、開口部の通過流量は開口部の面積と流量係数に比例し、圧力差は平方向に比例する、玉型粒子の拡散係数は流形に反比例する、玉型粒子の重力による終末沈降速度は流形の2乗に比例する、流形が大きくなると数値が大きくなるものは終末沈降速度と気体から受ける抵抗力、流形が大きくなると数値が小さくなるものは荷電数が等しい粒子の電気移動路と拡散係数、配管内の水中における気体の溶解度は水温の上昇により減少する、4度以上の水は温度が高くなると密度が小さくなる、水中に溶存している空気は配管内の圧力が高いと分離されにくい、水温の上昇により減少、4度以上の水は温度が高くなると密度は小さくなる、水中に溶存している空気は配管内の圧力が高いと分離されにくい、間接排水管と排水口空間の最小の値、間接排水管の径が 25mm 以下の場合は 50mm 排水口空間、間接排水管径が30から 50mm の場合は排水口空間は 100mm、間接排水管が 65mm 以上の場合は排水口空間が 150mm、サイフォントライトラップと非サイフォントラップについて、サイフォントラップは S トラップ、P トラップ、U トラップ、非サイフォントラップは1トラップ、ドラムトラップ、蚊の発生場所、赤栄化、下水、雨水マス、地下栄化、浄化層、有水層、小型赤栄化、水田、湿地、砂浜だらか、水田、湿地、一筋島か、人工容器、雨水マス。ペストコントロールとは、ネズミや害虫に対して行う防除のこと。ベクターコントロールとは、感染症を媒介する害虫対策として行う防除のこと。ニューサンスコントロールとは、不快感をもたらす害虫対策として行う防除のこと。ニューサンスは不快感。ベクターコントロールは感染症。ペストコントロールはネズミや害虫。ペスト、ネズミ、害虫。ベクターコントロール、感染症。ニューサンス、不快感。リデュースは排出抑制、リユースは再使用、リサイクルは再資源化、リサイクルは再資源化、リユースは再使用、リデュースは排出抑制、遮断型最終処分場とは、有害物質を含む廃棄物の処理場、コンクリートで周りを遮断する、安定型最終処分場とは、灰プラ、金属くず、ガラスゴム、瓦礫、陶器のみ、管理型最終処分場とは、上の2つ以外の廃棄物、汚水処理などをしている。環境衛生の有害物質について、量影響関係とは、個体に及ぼす影響と有害物への暴露量との関係。量反応関係とは、集団の反応率と有害物への暴露量との関係。エアロゾル粒子について、エアロゾル粒子、ウイルスは 0.01、タバコ煙は 0.1、 ウイルスは 0.01 マイクロメートル、タバコ煙は 0.1 マイクロメートル、細菌、バクテリア、ダニ、アレルゲン、噴霧液、水滴は1から9マイクロメートル、
花粉